Welcome! 吉川芽衣の月曜日の月明かりでは、週の初めにちょっとほっこりするストーリーや、心の姿勢をシュッと整えてくれるようなメッセージをお届けします。Sit back, relax. Take a deep breath. ゆっくり、深い呼吸を取り入れて、素の自分に帰るように、Enjoy.決断の力。吉川芽衣の Mindfulness Tips。 それやめちゃえば?と言われても、どうやってやめたらいいかわからない。逆に、早く新しい自分になりたいって思っても、どうやって一歩を進めたらいいかわからない。そんな時、いつまでもうじうじしてしまったり、何かのヒントを得られたら、きっとここから抜け出せるはず、などといった盲目的な期待感のまま、答えを外に求め続けたり、そんな経験はありませんか?もちろん、本や講座など、外からの情報にきっかけやヒントをもらうこともありますが、停滞感が続いている時、あなたが、そこから抜け出すための必要なステップは、あなたが決めて動き出すこと。それだけかもしれません。最終的には、あなたを前進させてくれることは、それ以外にないのです。全部が見えていなくても、決められる範囲で決めればいい。これが、決断の力です。決めるということは、人間の意識と自由意志の根本的な力。例えば、喫煙者がタバコをやめるのではなく、あなたが喫煙者であることをやめるということです。タバコを吸いたいという思考がまた出てきても、あ、それは古い私のアイデンティティの癖。今の私はもう喫煙者をやめたのだった。と、決断を確認するだけです。古くから続いていた思考やアイデンティティのパターンにはそれなりの勢いがあって当たり前です。しかし、決めたことは決めたんだという決断の固さによって、以前からのパターンの勢いすらだんだんと弱まり、その後、あなたのアテンション、注意力は至って自然な形で新たな方向へ向いていきます。今週のマインドフルネスエクササイズ。何かをやめたい、あるいは始めたいと思っているなら、それを決断して実行するのはあなた以外の何者でもありません。同じところで停滞している自分を変えたいと思う部分があるのなら、まずは何を決めたいか、を明確にしてみましょう。そして、新しい自分のアイデンティティを選んでみましょう。すべては選ぶことから始まります。Thank you for listening. この番組の内容を活字でも読みたい方は mae-y.com からブログをご覧ください。And remember, あなたの中の太陽の時間だけでなく、その反対側の月明かりもとってもピュアで美しいんだよ。Love, May.